仕事の日の僕は見られ方を演出している。仕事道具は大人のたしなみ、財布やキーケースにもこだわりたい。オフィスカジュアルに必要なのはきちんと感を損なわない清潔感。財布とキーケースが統一されているだけで第一印象が格上げされる。僕の身につけているもの全てが名刺代わりだ。できるビジネスマンに必要なのはフットワークが軽いこと。ワンアクセスで作業効率アップ。スリム設計だからポケットでかさばらない。僕の動きが軽くなるほど予定はサクサク終わっていく。求めているのは一貫した自分らしさ。上質な小物で気分が上向く。僕の心の持ちようでちょっと寄り道する余裕も生まれる。姫路レザー本革コンパクト財布。はい、ということでね、動画見ていただいたと思うんですけども、経年変化を今回見ていただきたいなと思います。というのも以前ね、こういった財布作りましたよっていう動画は出したことあるんですけど、じゃあその財布がどうやって育っていってるんですかと、どんな色になってるんですか、意外とあの色って結構経年変化いいですよねなんていうのをね、皆さんに見ていただきたいなと思いますので、まずはじゃあオレンジから見ていただこうかなと思います。オレンジの経年変化、この使っていただいている方からお借りしました。こちらズドンということで結構味出てますよね。こんな感じでちょライトの加減がこれでも同じぐらいかな。ちょっと小銭の跡とかが出てて、あ、オレンジってもうちょっとなんか経年変化出づらいんかなと思ったら結構経年変化出てるんですね。でこれ使ってはるのが今で半年ぐらいっていうことやったんで、まあ持つ状況とかによってもね若干変わってきたりはするんですけども、まあ、こういった形で全然新品時と比べるとすごいいい味がね出てきてるんかなと思います。オレンジはちょっと僕の中で意外でした。そして次お借りしたのがですね、このダークブラウンで、ダークブラウンもねどんな色に変化するんかなと思ったらこれもいい感じになってました。ズドン、こんな感じでね、これはおそらく1年ぐらい着用というか使用されてるんですけども、この中のねボタンのこのポチッていう止めるこのボタンの跡もしっかり形出てきてるし、まあ、小銭の跡なんかも出てきてるんですけども、非常にねいい形でどんどん味が出てきております。ほんで中とかがね、このここ小銭入れるところが、これ新しいやつこんな色なんですけど、使い込んでいくとこんな感じで、まあ、あんまり僕なんかちょっと黒なってるの分かります、こう黒なっていってるっていう感じなんで、今のところこんな感じで経年変化してるやつが、オレンジとダークブラウンね。で次にキャンプグリーンで、このキャンプグリーンってこの緑やねんけども濃い色の色味なんですよ。でこれがじゃあどう変化していくんかっていうと、こんな感じ、これもいい変化してるでしょ、味めちゃくちゃある感じで。でこの人はあのケツポケット、後ろポケットに財布をこうやって入れてたらしくて、それによってこう小銭がよりはっきりと出てきてるんですけども、ここにはなんか入れとったんでしょうね、こうなんか縦長のなんか分からんけどガムなんかな、なんか分からんけどしっかり形がね出てますが、だって元々の色がねこれなんです。だいぶ変わってますね、元々確かにこの色一緒なんやけども、外側とかはやっぱりこう手の油がついたり汚れがついたりしてこうちょっと経年化してると。で今のところ皆さん全員ほぼ手入れされておりません。で唯一手入れされてる方が、次の方なんですけども、それが何かっていうとこのキャメルの色味、ね、でこのキャメルの色味どこまでなるんかと思ったら、じゃあいきますよ、せーの、あれあんま変わってないやないかいということで、この方ね、まあ、持ち方によるんやけども、この方どうやって持ってるかっていうと、もちろん手入れもされてるんやけども、それ以外にやったら普段ねこういうボディバッグに入れてるらしいんですよ。だからあんまり経年変化がね出てないんですよね。少しずつこうなんていうのかな、ちょっと薄くなってるというか、ポケットとかにも突っ込んでないんで、特にこう小銭の型が出てきたりはしてないんですけど、後ろの方はねやっぱりカードの跡はしっかり残ってますけどね、これも非常にいいような経年変化になってるんじゃないでしょうか。この経年変化っていうのはもうやっぱ栃木レザーの醍醐味なんですよ。めちゃくちゃいい感じでね、仕上がってきてるんじゃないかなと思います。まあ、なので振り返っていくと、この手入れするからあんまり味が出えへんってわけじゃなくて、これ手入れしてた上でなおかつボディバッグに入れてるから、あまりその汚い味は出てこないということがあって、でこのオレンジの人なんかはもうポケットに突っ込んでるから、もうめちゃくちゃ味出てきてるし、カバンとか持たないタイプの人なんで、もうガシガシこれ持って買い物行ったり、これ持って車乗ったりしてるっていう感じらしいです。この人も比較的カバンとか持ってはるんで、そこまでかなと思ったけども、やっぱり1年ぐらい経ってくるといい感じで味は出てきてますよね。で最後このキャンプグリーンの人もね、後ろポケットにこれ絶対入れてるやろなって感じで、本人に聞いても後ろポケットに入れてたって言ってたんやけども、そういう形でね、ちょっとこことか濡れたり
りしてるんやけども、それもまたそれでね、色の深みがちょっと出てきたりしてるんですが、こういった形で全く手入れのしないキャンプグリーンの経年変化はねこんな感じになっておりますし、全く手入れのしないオレンジの方も経年変化はこんな感じになっております。この辺が半年半年、そしてまあ1年1年ぐらいな感じなんですけど、まあどう持つかでだいぶ変わりますよね。裸で持ってれば結構それ味出てくるし、バッグとかリュックに入れてればそんなに味出てこうへんっていうか、ゆっくり経年変化していくって感じなんですけど、あのこのためにね、あのお借りしました。で今から返すんやけども、僕もね、もともとはずっとキャメル使ってて、これほんまはねお借りする必要なかったじゃなかったんですけども、僕はこれ今ジム用の財布にしてて、メイン用の財布っていうのは実はこのナチュラル濡れ革っていうのをね特別仕様で今作ってるんですよ。でこれは実はこっそり販売してたりするんで、あんま大体的にはもう言ってないんですけど、また気になる方はねインスタの方を見てもらったら、ジャパンメーダーのインスタの方にたまに上がったりするんですけど、ストーリーとかでちょこっとね見てもらったらいいかなと思うんですけど、これね僕ね一回足出そうと思って半年ぐらい前からずっと使ってたんやけども、ついこの間チャリンコ乗ってたら落としてなくしたんですよ。でクレジットカード免許証も保険証も全部なくして、もう一回再発行した分で、これまた使って1週間とか2週間しか経ってないんで、全然味変化しておりません。ちなみに色味に関してはこれぐらいまで変化していくので、まあ、育てていきたいなと思うんですけども、いかんせんこれ途中でなくしちゃったんでね、今はないですが、そういった形で順調に、経年変化してますよと。で、ね、買っていただいた方の中でも、あ、俺のちょっと経年変化とは違うなとか、オレンジもっと薄いねんけどなとか、キャンプグリーンもっと濃いでとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、それはもう人によって経年変化違うんで、ポケットに入れてるとかバッグに入れてる、もしくはこうお仕事でオイルとか使ってる、車関係やったりとかしたらもっと汚れていくしとかっていうのがね、まあ、それは個人個人の人それぞれのストーリーがあるんで、そんなをね楽しんでいただきたいなと思います。でちなみに財布とか、まあ、そういうのって一粒万倍日とか、 なんか新しく買った方がいい日ってここに今出してるんですけど、まあ、こういう日を参考にね、僕一応毎月財布の商品ページにこの画像貼ってるんで、例えば僕の財布買わんくても違う財布買うってなっても、新しいのいい時ってどんな時かなってね見てもらったら、あ、じゃあこんな時に買い替えてみよう、こんな時から使ってみようとかっていうのもね、まあ、一つ楽しいかなと思うんで、ただ単純に使うだけじゃなくて、あ、この日に合わせて使っていったら金運いいなとかね、そういうのを楽しみながらやっていただけたらなということでね、今回は皆さんにねお借りしたこの経年変化の様子をお伝えさせていただきました。これからもね、あの革小物と一緒に、年を取っていっていただければなということで、本日はですねこちらジャパンメディアのコンパクト財布の経年変化を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。